いやよこれ。あ、マジ？本当だ、所長がいる。ああ、警察がいっぱいいる。日焼けしました？レン先輩。あ、発砲確認、合計で2時間ぐらいかかってるね。これやられてますかねこれ。いや、ピストル違う、これヘリピだとできないよこれ。あ、マジ？ピストルじゃないとダメよ。取ってるイメージの1、3、4、この宝石店強盗すごいよ。10、12。すごいですね本当に。8人ぐらいでやってる。モテないから拾ってこれ。違う、死んでるわけじゃない。人質いなくねこれ。殺し合いってこと？殺し合い。うわー。盛りください。行きましょう。宝石強盗やってます。宝石強盗。え、待って。どういうこと？所長落ちたもんですね。は、俺待てよ。今から本物の俺が言ってやるからな。本当だ、所長がいる。所長、なんでそんなお姿に。所長見損ないましたよ。吐くな爪いね。今まだ俺は移動中だ。本物の俺が今言ってやる。警察がいっぱいいる。吐くなつね。はじめまして。ウェブさん。あなたがウェブです。いや違う。そんなわけない。俺が本物だ。俺証明してやる本物っていうのを。一回出てくれ。あ、ジャックいないのか。またウェムです。ジャックボウ。あ、クナスメだよ。お前丸何してんだお前。写真なんか撮るじゃねえ。終わりました。なんか日焼けしました？レン先輩。ジェイ先輩、そんなことないですよね。赤木さん、今日僕の担当だったのに。どこにいたんですか？ちょっとマトリアリスみたいな竹と一緒に。ちょっと何言ってんすか？めっちゃ言ってないか。庄司さん、俺のことパチオって呼ぶしな。パチオ何言ってんの？顔に入れ墨はなかったような気するな。今ちょうどまあ本物か知らないんですけど。もう一人の所長は強制瞑想行きました。入り口で。じゃあこっちが本物だ。あ、じゃあこっち本物だろ。入り口でね。本物だ。お前ら帰れ。帰れ。所長の言うことだろう。しょうがないか。帰るか。まあ帰るって紛れてない。無線大丈夫ですか。行ってあいつ殺す。殺すさっきのコナン君と同じような。さっきからプチュン。あいつ舐めてるわ。バレだよニコ。あいつしつこいな。あいつに前ロケラ打たれた。赤木 J。あいつ前無言でロケラ打ってきたカス。赤木 J すごい。赤木 J 待って。めっちゃ似てる声も。このマスク。この女性の方は。J 先輩似てるって言われてました。本物なのに。本物なの何言ってんだお前。ありのままの。これは誰だ。本物。ありのままの。ありのままのポリスよ。そう。じゃあ普通の警察官。普通の警察官。まあそれまあそう。人質いねえからよ。ちょっと待って。人質いないの？人質いねえから打ち合いだよ。コマ持ってきてください。本物じゃね？本物というか、ちょっと閉じ込められた。閉じ込められた。罠だこれ。マルンドのこの音。あ、これ消えないよ。これ消えない。盗難者のやつやってるとずっとなる。この音すっごいやばいよね。本当に怖いんですけどね。船着方面行ってよ本命。だからみんないなくなりすぎても現場全然誰も残ってないんだけど。どういうことこれ。すみません、宝石店強盗2人しかいません。いや、所長合わせて4だね。4一応4ですね。誰か行ってあげて。あ、ごめん、5いる。この緑車めっちゃいるよ。あそこに車本命ですね。これ5112番号普通っぽくてね、分かんなくなってるけど。合ってる。番号も紹介終わった。そもそもあ、所長が出ない限り始まんないんだよ。私は青い車があった。銀行強盗打ち合いらしいっすこれ。了解です。あいつな、所長早く出てこないと。所長来てください。出ないと始まんないっす。本当に何やってんだ。撃たれますよそこ。あ、発砲確認。犯人発砲確認。俺がいた。これ分かんねえから全員楽にしてあげよう。所長頼みます。楽にしてあげてください。ちょっと待って、決め打ちでやりそうあれ。これハンドガンですか？何でもいいぞ、そっちは別に。何でもいいのか。さあ、宝石で何人警察いる？今4人。4対7。4人しかいないの？4対7番。そっち4人だ。4人でーす。宝石。体験やられました。ありもと。救急隊来るまで見ます？地方面から上がってそれ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 。ああ、俺が。いや、俺が。所長らしい。いや、らしいよ。らしいってなんだよ。らしいっすよ。らしいってなんかすげえ鏡の中の世界みたい。鏡の中の世界。鏡写しみたい。なんかどういう状況だ？あ、鏡ですこれ。立てこもり犯です。歪みですみたいに言わない。分かった。悪い俺のことをやるのかお前。日頃の鬱憤ですよ。いつもうるさいなと思ってたんです。なんだってお前。なんだってお前。じゃここで決着つけさせてもらいますわ。いつもねギャーギャー言うて所長所長っつって丸なんだなんか傷ついた俺なんだなんでだレイ先輩なのかあんた違うぞなの違うぞいや違くはねもうむちゃくちゃだわけが分かんなくなってきてるわかるかバウアー何も見えない壁の外で拾っちゃダメだろこれ、治ったボウは治った治ったよかったよかったロケラ撃っちゃおうかな撃っちゃおうかなやっちゃおうかなよーし、一発目いくぞ突入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 うわめちゃくちゃだちょっと一回補填してくるオッケー治った治った大丈夫治った俺マンゴーのことやったむちゃくちゃじゃねえか俺もサボルやった俺もサボルやった何やねんその三幕サボルごめんめちゃくちゃだよし南署は俺が引き継ごうとんでもないんだちょっと竹下ごめんジェイ先輩めちゃくちゃいっぱい応援が来たぞジェイ先輩竹井大丈夫かお前息しろお前ジェイ先輩丸が裏切るなんて俺何して悔しいっすめちゃくちゃお前ら何やってんだ俺車ないから丸お前南署反省しろ南署の仲間じゃねえのかよこっちのセリフだよ何やってくれてんだよしてくださいあこっちでいいですか宝石でもジャック・ボウはちょっと本所の方お願いしていいですかあじゃあ俺持ってっかあすいませんもう死ぬここはもう全部落ち着いたなよし俺はもうこれで寝るもう疲れたもう酸欠なんだけどよくもやってくれたなそうおい聞いていいかあれなんだお前ストレス溜まってんのか本当のことを言おう話聞くぞ話聞くぞ赤木蓮ってやつはな、うん、めちゃくちゃいいやつだあいつはめちゃくちゃあの人はめちゃくちゃいい人だぞジェイ先輩の方がいい先輩だよなわけないだろ赤木蓮先輩の方がいい先輩だ何言ってるジェイ先輩の方が素晴らしい俺のこと打つなんてお前上司だぞ俺いやお前は赤木 J だ俺が慕ってるのは赤木蓮先輩だ赤木ベンって誰だお前赤木蓮やね赤木蓮先輩はななんかトイレですかトイレじゃないさベンじゃないんだよだからなんか俺なんか所長やめようかなと思ってるみたいな話してたんだよけどやっぱ赤木蓮先輩じゃないと南署の所長は務まらないよってちゃんと伝えたんですようんやっぱりね赤木蓮先輩だからこそおい本物南署をまとめられるんですよおい武井どうしよう涙出そう準備が多分合計で2時間ぐらいかかってるね。テクスチャがずれちゃった。お前似てるな。一番最初から含めたら2時間ぐらいだ。これかかった。すごいな。これ罰金いくらだ。これ締めてはい。締めてあるぞ。じゃあちょっと募集したんで中入れます。俺はない。俺はない。先なんて。はい。ちょっと待って、これさ、一つ俺に切るのか。ウェムセン。待って、これ誰も救急隊呼んでなくね。誰も呼んでない。ちょっと待って、そんなことある。救急隊の方いっぱいいますか。でもこれ仕事なんです。本社に犯人が7名ぐらいダウンしてるんでお願いしていいですか。ウェムセン。あなた？本当にそれ合ってるか。リアさんも本当に合ってるのかそれ。赤木さん540ですね。赤木さん一番エグいだろ。ジェイ先輩。2人は普通。やば。ほう終わってるやんもう。ほぼ貫通やんけこんな。全然打ってましたよ。見守ってなかったんですよ。仲間に教えてもらった。全然目合いましたもん打ち合いの時でリアさんと。いるやんって思った。じゃあ俺武井ご用事。じゃあ俺、おすすめ俺 J に切ります。おすすめですけど。ハクナスメ切った？俺切ってないです。みんな綺麗で可愛いです。ハクナスメも切るな。ゴロよ。J に丸請求書返すの1ヶ月くらいかかるから。おいなんで金ねんだよ。ナスメさんいいんじゃない？ナスメさんやめてまた戻ってきたんだ。赤切れに見せなくていいですよ。先輩もできそうですよ。金ねえ俺も。こに手にして。金ない。今耳当てすれば。まで真似てるのか。よし。じゃあ俺金ねえんだ。ウェムセン、武井、ハク、ナスメ来た。こっちの2人切りました。あ、じゃあ OK 全員来た。ここ6人切られてるわ。あとは救急隊待とう。救急隊待ちましょう。どうしました？セクシー系だったんだ。一人見えないんだけど。所長。見えた見えた。僕いつもこうですよね、丸先輩。この白髪の人どなた？誰？名前出てます。マイミー。名前。パチオです。見ましたかも。綺麗だな頭。そう綺麗に。今日みそぎのみそぎダブルみそぎが重なっちゃって。このここまで。やめてくれお前。あんまり上立たないでくれ。見えちまうお前のあれが。やめろお前。やめろ。やめろ。茶色いなんか。1個で済むの。なるほど。あ、もう治療して大丈夫です。いいだ、おかしい。はい、中全員お願いします。ちょっと待ってね。中で余計におもちゃ。すみません、お越しください。おもちゃん助けて。所長、今度所長の電話探しに行く約束したんですよ。まあでも別人か。すみません。マルンどう？うちらのセクシー系ってないよ。探しに行くって言ったんだよ。いいと思うよ。そんな所長やだよ。行かないよ。刺さるよね。刺さるよ。大丈夫よ。刺さるよね。でもごちゃごちゃしてる。どちらかと言ったらごちゃごちゃしてる。だからマイミーさんの方がいいかも。ありがとうね。マイミーさんの方がね、似合ってるっていうかしっくりくるっていうか。うちの目見て女の子言えんのかよ。全然言えるよ。今日赤木さんにお世話になった。お願いします。白夏目さん。どっちも赤木的ですね。まあまあまあね。まあまあね。まあね。お、そうなのか。まあベリー。ベリーどうしたの？私この服似合うと思う。めっちゃ似合ってる。ほら。じゃあペイ先輩、このリリアさんとこのマイミーさんどっちの方がいいですか？全体見て。全体的に髪色とか髪型いいってどういうこと？それは似合ってる、素敵、かわいい。でも僕は趣味だったら僕はレリアちゃんの方がいいかもしれない。僕左。マイミーさんもすごい似合ってるけど。あ、嬉しいわ。ありがとう。ちょっとね。ごめんなみちゃん。じゃあ、休暇じゃないから。でもね、素敵ですよ。これは本物かな。あ、本物です。赤木さんです。そうよね。いいですか皆さん、送っていいですか？すごいすごいすごい。セクシーこれで。ありがとうございます。本当に。じゃあ圧すごいね。この後藤ウェムの。なんか顔がなんか顔がいかついウェム先輩。顔がちょっといかついんだよね。顔やばい。さよなら。顔やばい。顔いかん。ウェム線送るから。あ、送ってくれんな。どこに送ってくれんのペイン君。ああ、じゃあ赤木レント。赤木 J と竹井五条。なんて読むんだよ、それ。行事。読めない、それ。楽しいとこですね。行事。あ、すいません。こぼしこぼがいけるよ。間違えちゃいました。ラム下げるよ。J を。何ですか？お前さ、ちょっとそっくりやん。声ぐらい。あのさ、本当心根のその根底の部分から一緒じゃん。もうその根底の部分から似てきてるじゃん。所長どうしました？根底は謹慎してください。ジェイ偽物に話しかけるなお前は。ああごめんなさい。あいつはもうわけわけない。切られてるかしら。なんでもないな今日。ジャック送るよジャック。派体験ずっと。丸南市帰ろう。ああジャックも送んないとな。おおマジでこい。送ってくれ。あジャック送った所長送ったぞ。よくやった。じゃあ、赤木先輩。待ってくださいね。今日はチルだと思ったのにな。おい、ジェイ、どこ行くんだ。チルだと思ったのにね。ジェイ。あれ、ジェイ。